磯崎総理補佐官は BS 朝日の番組に出演し、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の見直しについて、政府が閣議決定する前でも国会で議論すべきだという考えを示しました。その閣議決定の前後にも議論していただきますし、また後でその法律ができた時にももちろんそれは法律ですから当然そちらの方が国会で議論していただく、我々は議論を尽くすということについては全くやぶさかであります。安倍総理大臣は国会での本格的な論議は憲法解釈の変更を閣議決定した後になるという考えを示し、公明党からも批判を浴びていましたが、磯崎氏がこれを軌道修正した形です。その上で与党で協議を始める段階で政府の見解を示していく考えを明らかにしました。